はい、皆さんこんばんは、和道です。2018年3月の13日、朝の5時2分です。よろしくお願いします。どうでしょうか？先ほどの枠で、ベーシックインカムについて語り合ったり、年金とか生活保護について語り合ったんですけど、反論者が多かったのでコラボ凸待ちになりました。よろしくお願いします。よくなった。はいはい。じゃあこれで待ちましょうか。よろしく。今のところ良好。OK。スカイプ凸待の方がいいんだけど、かかってこないんだよね。LINE とかね、スカイプだとかかってこないの。なんでか知んないけど。だからコラボの方が上がりやすいんだと思うよ。まあまあ、これでまったりやりましょう。BGM は聞こえてんのかな？ BGM 聞こえてる？おはよう、はつともさん。朝早いですね。おはようございます。多分この枠荒れますよ。はつともさん、多分最後の、昨日の後半やばかったんで。BGM 聞こえてる？ OK。まあまあ、コラボでやりましょう。ふわっちのコラボ枠ほんとダメだよね。システム改善してほしいな。ちょっとそれ運営さんに提案するね、ちゃんと。ちゃんとやりましょう。聞こえる？ OK。そう。まあ、どんなね、突者が上がってくるか、まあ楽しみですよ。書いとこうか、音声と映像ラグってる？いやさっきすごかったっすよ。石野は元からあんな人だよ。石野はもともとあんな人。ちょっとね、もったいないよね。映像と音声みんなずれてる？桃川さんがずれてるって言ってるけど。はい、孫悟空さんいらっしゃい。よろしく。神様っていうあだ名がついた。ずれてない？俺はね、年金を廃止するとかじゃなくて、お金が余ってるところからお金を取って庶民に分配しないとダメだっていうこと。シャマ、音ずれてる？ずれてる人入り直して、一回ブラウザバックして入り直すと多分治ると思う。お疲れ様です。一回出てみて。やばぞね、俺の根本は、働いてる人が豊かにならないと国力が落ちるよねっていう、ただシンプルな問題なの。で、お金を使ってなくて余ってるんだったらそっから取るのが政治家の仕事だよねって言ってるだけ。ずれてる人とずれてない人がいるんだ。ただそれだけ。シンプルでしょ？だから、どっかから取ってくるじゃないの。余ってるところで使ってないところから取るんだったら別に迷惑にならないよねっていうこと。富の再分配とか、もうそんなことじゃないのよ。わかる？俺はシンプルなプリンシプル。トマベチの言葉で言うと、プリンシプルはシンプル。頑張ってる人はお金もらっていいよねって。で、お金が余ってるんだったら、若い人に使ったら国のためになるよねって。こんなシンプルなことなくない？別にどっかから取ろうぜっていうわけじゃなくて、使ってないんだったら使えばいいんじゃないのっていう話を。わかるでしょ？やばぞ。そう。使ってないものを使うだけ。お金がいくらダブついてても意味ないでしょ。で、それの一つの例として言ったのが、日本っていうのは、その現金保有資産っていうのが、600兆円だか700兆円だかとんでもない量があるっていう点が一つ。個人の金融資産で。で、株とか不動産とかっていうのを合わせると1400兆円あると言われてる。個人のその再分配が個人個人で解釈違うからカオスになってるんじゃない？再分配はまあ簡単だよ。だからその多く取ってるところから取れいいじゃん。会社利益上がってんだから法人税上げればいいじゃん。年金いらないじゃんって。ああ、タマポいい表現だね。死守してる。っていうよりもね、これはね、人口の構造の問題もあるのよ。なんでかっていうと、お年寄りの票を稼がないと政治家が生活できないから、年寄りを優遇するようにできちゃってるの。だから政治家の腐敗なんだよ、簡単に言ったら。だから民主主義の欠点をついてきた。だから仕組み上もうぐちゃぐちゃになってるからっていう話で。年寄り優遇社会ってことは若者が子供を産まなくなるから、それはお年寄りが本当に望んでることなのかっていうことよ。政治家はいるでしょ。はい、ブーハーさんいらっしゃい。将来、あ、いいところつくね。田中さんは経済のこと分かってるね。そう、不安があるからお金が使えないっていう原理だよ。そう、だけどね、戦争経験者だから、お年寄りはあとね、その娯楽がないっていうところがあるから、そこが問題なんだよね。で、孫が少ないでしょ。孫に金使わないでしょって。うん。これは政治家はいると思うよ。そう。金が回れば税収も上がるから心配ない。その通り。だから、俺の主張分かってくれてる人は分かってくれてるんだよ。多分ね、その税金が何なのかっていうのが、もっと根本論とかに突き詰めて話ができたらいいなとは思ってるけど。あ、でも若い経営者の人とかに投げてもらってるよ。3、40代の、3、4、50代の人が俺に花火投げてくれてる。だから若い人は、なんつうの、お金は使うものだっていう考え方があるんだよ。65以上じゃない多分。そうだよね。税そのものとか法律とか憲法とかその辺の話題だよね。あと国家とは何なのか、政府とは何なのかとか、もうそういう多分議論になってくると思うから、まあ凸が上がってきたら面白くなると思うよ。上がってきたらね。国って何なのかって話よ。みんなはね、政府のことを国だと思ってるんだよね。俺の考えでは政府は国じゃないから。国っていうのは国民のことだと思ってるから。ありがとう、レアこぼしありがとう。今の国の借金を返さなくても良い借金がほとんど。まず騙されてる。っていうか、まず国の借金なんて存在しないでしょ。政府が、国民に金借りてるんだから。政府は借金背負ってるけど、国民債権者だから利回りはいいじゃん。国の借金ではないでしょ。国の借金ってなんだよっていうね。たくみさんいらっしゃい。ありがとう、アイテム。年寄りが死ねば全て解決。ああ、その言い方はちょっと語弊あるけど、実は日本再生っていうか、日本って急に景気が良くなるのは、今の段階の世代とか上の世代っていうのが亡くなった時、相続で一気に金回ると思ってる。俺はその時日本がね、勝手に再生すると思ってるね。だからね、お団子さんね、実はね、こんな議論しなくても、実はね、20年後、30年後、一気に金回るんだよね、日本って。実はすごくいい指摘っていうか、ちょっとね、年寄りが死ねば全て解決っていう言い方はちょっと変だけど、実はいきなり金が入ってくんだよね。だけど、政治家の腐敗は腐敗だよ。金持ちから金徴収しようとしたら金は海外に流れるよ。タックスヘイブンの問題だよね。そこはシステムでどうにもなると思うよ。実際流れてるしね。でもそれって国を信用してないからであって、この国に投資する価値があるってなったら流れると思うよ俺は。でも現状流れてるからね。まあその辺も議論していきましょう、質問があったら。アイテムありがとう。金利はね、安いっていうよりもゼロなんだよね。うん、例えば俺がその六本木ヒルズとかで社長さんとかからもらってた案件ね、びっくりする話だと思うんだけど、ベトナムの国がやってる金合ってあるんですよ。金利どれくらいだと思う？俺が当時受けたのはね、10年ぐらい前で、お金持ち見つけたら紹介してくれっつって。で、ツアーをやってると。で、向こうに銀行を作ると。で、ただ単に銀行口座開設するコンサルをやると。で、国がやってるゆうちょみたいな銀行を作って、1年間お金預けるといくらになると思う？利回り。カンボジアで 5%。当時ね、ベトナムで何パーか。何パーぐらいだと思う？みんなベトナムで10年前当時、利回りどれくらいだと思う？はい、みんな、わだつ。風船ありがとう。みんな予想書いて何パーぐらいか。日本って今何パーぐらい？ 0.0 何パーだよね。8パー、10パー、10パー。当時18パー。うん。うん、やばぞ正解。さすが。そう。当時18パーだったのね。だから100万円預けてたら1年後に118万になるの。で、1億預けてたら1億1800万浮くのよ。そう。で、そう、すごいでしょ？で、本当の大金持ちとか得するから紹介してくれ。で、向こうで銀行預けておいて勝手に増えるじゃん。で、デビットカード作るの。で、日本でデビットカードで切るの。だから、決済が向こうになるの。要はお金持ちが海外にお金流れるとこういう仕組みなのね。で、これ合法なの。わかる？やばいでしょ？でしょ？そう。これがタックスヘイブンっていう問題。それを俺は40万のパッケージで、仕事もやらないかって誘いが来てた。金持ちだけの特権階級っていうのあるの。でも実はここには為替リスクっていうのがあるのね。実はすごい重たいリスクがあるの。これいい話に聞こえたら騙されちゃうからね。為替リスクってわかる？為替リスク。要は日本とベトナムのお金の金融資産の価値が変わる可能性があるんだよ。だからお金ってすごく頭が良くないとダメなの。向こうに預けてるお金の価値が下がったら、日本円に変えるときに損をする可能性があるってことね。そう。為替リスクっていう。だからうまい話はないってこと。それを見極めるぐらいの勘と能力と経済力とって。じゃあ頭がいいやつが儲かるっていうのはこういうことなの。でもそれは言わないよ。為替リスクがあるとかは。利回り 18% しか言わないよ。でも俺らが損する話じゃないから。だから、タックスヘイブンに預けるっていうのは実はリスクでもあるんだよ。日本っていう円の信用が高いっていうのはそういうことだから。でも、ヤバゾウがね、18% でピタって当ててくるっていうところが金持ちなのがわかるよね。極論ゼロになる。国が破綻したらね。うん。為替リスクだから、為替の変動によってリスクがあるってことね。そう、コークが言ったのが正解。高金利の通貨は長期チャートだと例外なく為替レート落ちてる。要はどういうことかっていうと、なんでそのゆうちょみたいなベトナムの国がやってる銀行が極端に高いかっていう。要は経済の勉強しないとダメなのよ。要は金利を釣り上げて外資を取らないと成り立たないぐらい通貨の信用が落ちてく。要はパーセンテージが上がれば上がるほど国としての信用が落ちるんだよ。そう。だからそこは見極めなの。ギャンブルの。いや、本当の金持ちって、だってその人、ちょっと言えないんだけど、ベンチャー三重視で、ベンチャー三重視って検索したらもう出てきちゃうんだけど、とある学生企業で上場企業を作った超有名な人と手を組んでやってた。で、銀座のラウンジでその話を持ちかけられたから。暇人の集い、そういうのいらない。うん。でもまあ日本円でお金を持っておくのがリスクなのか、海外に、預けておくのが、ありがとね、暇人のつわい。うん。海外にお金を預けておくのがリスクなのか。だってさ、暇人の集いさ、俺別にこれ話しても1円の得にもならないんだぜ。で、俺がさ、お金とかさ、1000万とか100万とかさ、その人たちに会うのにどれだけ苦労して、どれだけコネクション使ってさ、それをみんなに惜しげもなく話してるわけじゃん。それでさ、詐欺師の勉強って言われたらさ、詐欺の勉強すればいいのかよって言われたら気分悪いよ。俺みんなにシェアしてるぜ、情報で。うん。それでさ、詐欺師扱いすんのやめてくれよ。過去悪いことしたのは事実だよ。それで俺はさ、そこを認めてるわけじゃん。何でもかんでも詐欺って言われちゃったら悲しいよ。外国の人が日本に預けられるぐらいな利息になってほしい。むしろ、マイナス金利って聞いたことある？マイナス金利って。要はね、日本ってもう、マイナス金利状態で金利がつくどころじゃないんだよ。もうお金借りてくれっていう状態なの。もう異常事態なんだよ。結構やばいんだぜ。長尺ちゃんいらっしゃい。はっさもさん肉まんありがとう。面白いでしょ？だからみんなが1億円とか100億円とか持っててみなよ。それはさ、俺がさ、ベトナムでちょろっと預けてみませんか？あ、1000万ぐらいだったら試してみるかって分散投資するでしょ？でしょ？だからマレーシアに行ったりとか、他にもいっぱいあるんだから、タックスヘイブンなんか。要はどこのコネクション使うかなのよ。そう。いや、仮想通貨、俺は、まだ、投機になってて投資の対象になってないと思ってる。信用性の担保が薄すぎる。っていうのが俺の判断かな。要はね、3年前のニコ生の動画とかタイムシフト見てもらったらわかるんだけど、俺仮想通貨の、日本に持ってきた人、いや、リップルを日本に持ってきた人とお会いしたことがあるんだよ。リップルがね、1円以下だった時。で、数十億円単位で持ってきた人なの。だから要は仕掛けてる人から話を聞いたことがあるから。で、実はその仮想通貨が詐欺であるっていうことをばらまく、要はタレントが欲しいっていう風に、その人からじゃないんだけど、その人とは別の社長さんから、要は仮想通貨が騙してるっていう暴露系のタレントが欲しいっていうことで依頼されたことあるんだよ。いや、その時買っていればもう数百億、リップルって今いくらなんだろうね。いや、億万長者でしょ。まあ、仮想通貨の話はずれるからやめようぜ、今。うん、ブハありがとう。いや、儲けるってことじゃないのよ。ただ金だけ儲けるってことじゃ幸せにはなれないし、一部の人が損して一部の人が得するっていうのが投機の世界だから。だからただのギャンブルなんだよ。で、頭がいいんだったらそこの勝負にのめり込むんだったらいいけど、要は、経済のからくりをもう分かって牛耳ってる人たちに太刀打ちできるわけないじゃん。要はして株って言うんだけど、してができる人たちっていうのは資本力っていうのがとんでもない額であんのよ。放送で話せない話とかいっぱいあるよ。正直言ったら、もう一瞬でヒットマン、誰か来るっていうレベルの、消されるっていう話はあるけど、それはもうオフ会とかじゃないと言えない。これは不可視とかじゃなくて。だから、まあまあ、分かってる。この中で多分、もうめちゃめちゃ儲けてる人はいると思うから、俺が言ってる話が嘘かどうかっていうのは分かると思うよ。だから3年前のタイムシフトから、3年前から追っかけてる人だったら、ビットコインの話とかもバンバンやってたから、ニュースになる前よ。どこの世界にも裏側があるっていうかね、金持ちはすごいよ。多分今この瞬間にまた何かを仕掛けてるんだよ。で、3年後とかトレンドになんの。要はね、上層部っていうかな、例えば、いろんな商品見てきたけど、俺、アップルが iPhone を出す3年前に iPhone の、プレゼンテーション資料とか実機とか見せてもらってたの。で、スマートフォンっていうのをこれから来るって言った時、笑われたんだよ。だけど、みんなさ、プリインストールアプリって言ってさ、iPhone の中にさ、もともと入ってるアプリって子会社が作ってるわけだから、アプリ開発するのに3年ぐらい前に開発しておかないと間に合わないわけじゃん。だって電話とかメモ帳とかさ、基本的なソフト、パズドラとかないよ、その時。だけど、プリインストールの契約に利権とかがあって、そのアプリ開発の依頼とか、会議とかやってたのよ。下請けの下請けぐらいで。でも、庶民に話したら笑われたよ。お前、i モードで売れるわけねえだろうとか。だから、それ、冷静に考えたら3年前とかに仕掛けを終わってる話だ。そういうでっかいものっていうのは。そう、デモ機ね。リップル今83円か。すげえな。だから、あと、その、水素水とかも、水素もずっとやってたけど、水素水なんか今コンビニで売ってるじゃん。あれはもう絶対そうなるって言って、水素の利権とかずっとやってたもん。面白いよ。ビジネスの世界に、現場にいると。とんでもなく面白い話とか、うさんくさい話がいっぱいあるから。例えばさ、パワーバランスってわかる？ゴムバンドでさ、バランスが良くなるって流行ったやつとかも、300万で一口噛まないかっていう話来てたもん。で、俺うさんくせえ絶対売れねえっつって、その300万払わなかったんだけど、それ半年後に、あれだよ、600万になったよ。たった半年で。パワーバランスで仕掛けた人が、その先輩で。あれはね、人生で一番損したと思ったね。乗っかれよって儲かるからっつって、売れるわけないじゃないですかって言って。あれはとんでもなく売れたよ。だから、その、金持ちが仕掛けを作るっつうか、庶民に売れる。だってさ、ラバーバンドにさ、シール貼ってあるだけで4200円とかだったんだよ。そんな売れると思わないじゃん。にりゅうめちゃんおはよう。楽しんでって。あれ、効果あるとかないとかじゃないのよ。うまいのよ。要は結局、流行ったら勝ちなんだよ。ムーバの利権で加納姉妹。そう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 。ムーバはね、所ジョージと、誰だったっけな、所ジョージも同じ利権でね、加納姉妹700万毎月入ってるっていうね、一人。あとね、所ジョージもその利権持ってるのと、あと、中山秀俊だっけ、司会の。あの人も持ってるんだよ、同じ利権。うん。水素水全く効果はないって言うけど、水素には効果ありますよ。うん、水素水に効果がないのは、俺は全部勉強してて、当事者だったからわかるけど、水素に関しては、知識めちゃめちゃありますよ。胃でね、水素吸収ほとんどできませんっていうのは違う。ね、本当の水素はマジでやばかった。現場でやってたけど。医学会とかも全部出てたよ、これ。ちゃんと調べたよ。面白かったよ。だからね、現場を見ないとダメよ、現場。っていうかね、飽和状態になってね、ペットボトルの中とか水の中に水素をね、含ませるってすごく難しい技術なんだよ。利権墓場まで持ってけんやろ。どういうことだろう。肉まんありがとう。例えばさ、ミクシーが、その、ベンチャーだった頃に、ミクシーが、ユーザー1万人ぐらいの時にばらまいてた利権とかも面白かったんだよ。いくらだったっけな。月3万円の有料ユーザーとか知らないでしょ。100人限定。超ドベンチャーだった頃。ミクシーの会員数が1万人だった頃。で、それ買ってる人が未だに50万入ってくるとか言ってたよ。ね、水素はね、健康産業の水素と水素自動車とかそのテクノロジー産業とはまた別のやつだね。水素水、ガチの水素水っていうよりも、俺はサプリメントの水素を扱ってたんだけど、体内年齢が若返るんじゃなくて、活性酸素で調べたら面白いよ。やばそう。活性酸素っていうのが、遺伝子を破壊するの。酸素ってあるじゃん。酸素ってもともと毒なんだけど、活性酸素っていうのに最終的に変わるの O2 っていう状態。そこに H をぶつけると H2O になって水になるっていう簡単な原理なんだよ。だけど水素って光の速さで飛んでいくぐらい軽い物質なの。宇宙で最初にできたって言ってて。だから体の中で胃で吸収するんじゃなくて、体の中に水素バンバン発生させて飛び抜けさせちゃう。そうで、その活性酸素っていうのはすごい不安定な状態だから、他の遺伝子とかと吸着したり、細胞と吸着すると、その遺伝子の電子を奪うのよ。で、電子を奪われた状態っていうのは、テロメアが減ったりとか、いろんな作用があるの。だから活性酸素とかで調べてごらん。もし知りたかったら全然情報渡すよ。俺が知ってることであればね。ただその水素をどうやって保つのかっていうのがすごく難しい技術なの。要は水素って溢れてんだよ。で、すごいとどめることが難しい物質なんだよ。ミクシー懐かしいよね。ログインできなくなっちゃった。体内年齢がね、若返るっていうよりも酸化を防ぐっていう風に考えた方がいい。酸化現象っていうのは酸素と吸着して酸化するの。鉄だったら錆びる。食べ物だったら腐る。なんだろう。錆びる。とか。要は腐敗っていうのは全部酸化現象なの。その酸化をどう止めるかっていう考え方。水素が流行ったのは。でも水の中に含ませるのは難しい。パーツパーミリオンっていう世界で ppm っていうんだけど、パーツパーミリオン単位で水にやっても飽和しちゃうんだよ。だから水も悪くはないんだけど、水を飲んでもこれはサプリメントの方が効果が高いと思ってたね、実際。だから小瓶の中にそのサプリメント入れて、水道水入れて、釘を入れて、でもう一個の方はただの水道水に釘入れてたの。錆びない。もう3年も4年も経っても。実際実験したけど錆びなかった。あれはもうすごいってなったよ。体内年齢が若返るっていうよりも酸化を食い止めるっていうか。でもね、俺はね、水素だけじゃなくて酵素もいいなと思ったよ。酵素は取り扱ってなかったんだけど。そうそうそう。暇人のついね、いいんだよ。要は体内で補充するんじゃなくて、水素ってものすごい小さい物質だから抜けてくの。簡単に言ったら。吸収ができるとかいう概念じゃなくて、もう、なんつうの、バラバラに飛び散っていく。だからペットボトルの中に収まらないと思った方がいい。だから胃の中で発生させるっていう感覚。サプリの場合は。で、その体の中に、体からバーって出すじゃん。で、そこに血管とか突き抜けていくから、そこにの物質、発生というイメージ。っていうよりもね、水素ってもう溢れてるんだよ。別に。だからね、疑似科学みたいにされてるのはね、なんつうんだろう。要は、一般の、商法で水素水っつって売れちゃう2なんだから、H2O か。水素と酸素の化合物が水なんだから。ポタポタ